皆さんこんにちは、 K2 です。今日は手の、指ですね、で どのあたりで鍵盤を弾いているかというところをやっていきたいと思います。はい、ではまずですね、いくつか手の脱力ですとか手の形とか説明しましたが、指の力をですねうまくピアノの鍵盤に伝えていくという方法なんですけども、最初の初心者の方というのはどうしてもこう指がまっすぐですね、脱力とかできるようになったとすればうまく弾けるんですが、このようにどうしてもですね指のお腹で弾きがちなんですね。なので、今このようにちょっとシールを貼っています。この緑のところ、ここはですね、結構最初の初心者の方やりがちなこう指のお腹で弾いてしまうと手がカッパみたいにビターってなってしまいます。こんな感じですね。カッパみたいですよね。これはこのようにですね、このシールの貼っている緑色の部分で弾いているということです。ではどこで弾くのかと説明します。はい、この状態でピアノを弾かないようにしてここで弾くようにします。では、ちょっとシールを貼ってみます。はい、シールを貼りました。今ですね、緑色の部分は、ここでピアノは弾かないようにしてください。ここですね、赤いところで弾くようにイメージをしていただきます。というのも、ピアノをですね弾くときに、このように弾くよりも指をちょっと立てて弾くようにすると、そうしますとこの赤い部分ですね、赤い部分で弾くとこのような手の形になります。はい、そうです。脱力した時とそして手の形ですね、手首の高さ、そしてここの形が自然とですね鍵盤にこのように指が置ける場所というのがこの赤い部分になります。でもう少し分かりやすくですね、ちょっとこの透明のちょっと定規で説明します。こう指はですねまっすぐこうなっている時にこのまま最初はですね弾きがちだと、ピアノですね。でここを見てみると、はい、そうです、こう緑色のところでですね弾きがちなんですね。なのでしっかりと手首を起こして、この手の形をイメージしてこのようにピアノを弾きます。そうしますとこうですね、赤いところになってますよね、自然と。はい、なのでもちろん、前々からですね説明した手首とか手の形、そしてこのようにですねボールを握ったような形にしてそのまま鍵盤にですね指を置くだけで赤いところ、こうですね、赤いところが自然とですね鍵盤につくような形になっています。はい、はい、なので緑のところだと弾きづらいですよね、カッパみたいですし、カッパはいいんですけど、なのでこの赤い部分を鍵盤につけてみると自然と手がこうなるんですよ。不思議ですよね。はい、こうですね、こうすることでうまくですね、ここの手から腕から手から、そして、この指に伝わる力というのがですねこの指先に集まって、落ちてきますので、よりですね鍵盤をですねうまいことこう力を伝えることができるようになると、はい、決して見て緑のところお腹では弾かないようにしてください。指の先端こういうふうにですね、シールを貼ってもいいですし、何かこう、あんまり手を汚すのはあれかと思うんですけど、ペンでこう点を打つとかですねして意識してみて、鍵盤にですね指を置いてみて弾いてみてください。はい、はい、ということで、今日は鍵盤を触る、指の部分ですねやってみました。皆さんもよかったらイメージしてやってみてください。ではよかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。